ガリシア州内のイチアポブラド・カラミニャルは、スペイン・ガリシア州は、コルーニャ県の自治体、コマルカド・バルバンサに属する。ガリシア統計局によると、2010年の人口は9858人。住民故障は、男女同系のピーブレンス。カスティリア語表記は、プエブロ・デル・コラマネル。ガリシア語話者の自治体人口に占める割合は97.13%。 アポブラド・カラミニャルは、アコルーニャ県の南西部に位置し、コマルカとバルバンサに属する。北西部はポルト・ド・ソンと、北東部はボイロと、西から南にかけては、リベーラと、隣接、東から南は、リア・デ・アロウサに面している。自治体中心地区は、オサンティアーゴ・ド・デ・アン・オー、カステーロ教区のアポブラド・カラミニャル地区。アポブラド・カラミニャルは、リベーラ四方管轄区に属す。 自治体市長は、ガリシア国民党のイサーク・ベントゥーラ・マッセーラス・リバス。自治体表議員は、ガリシア国民党、7、ガリシア民族主義ブロック、5、ガリシア社会党、1となっている。アッポブラド・カラミニアルは5の教区に分けられる。太字は、自治体中心地区のある教区。ありがとうございます。